豊漁、豊漁は、青森県の南東部を流れる小平瀬川の上流に、ある地域である。江戸時代から明治時代にかけては、豊漁村となり、明治中期に近隣の村と合併して、法草村、さらに昭和初期に、十和田村となった。十和田村は、十和田小町を経て、十和田市に合併し、今の豊漁地区は、十和田市、大和田豊漁となる。 青森県の東南部には二級河川の奥入瀬川が流れている。奥入瀬川の本流は十和田湖に発し、その代表的な支流の一つずた川は八甲田山に発している。同じ八甲田山の南東斜面からは中里川が発し、さらに八甲田山の外輪から熊野沢川が発する。これらはいずれも東南方向へ流れて奥入瀬川に合流する。豊領地区は 尾い瀬川の左岸にあり、尾い瀬川、津田川、熊野沢川に囲まれたエリアに相当する。地区の九割を占める山間部では、八甲田山を形成するピークのいくつかが、豊梁地区に属しており、小岳、伊王岳、高田王岳の山頂なほか、主峰の王岳の山頂直下までが、豊梁地区となる。これらの裾野には、八千温泉がある。黒森、 つくし森などの山間の高原部には放牧場が開かれ、肉牛を中心とした畜産に利用されている。おいらせ川と津田川の合流部より、下流川では、おいらせ川の両岸に谷底平野があり、その左岸が放漁地区、右岸が奥瀬地区になる。この合流地点には、焼山温泉があり、その左岸の斜面には、戸和田湖温泉スキー場がある。 法領地区の集落は主にこの谷底平野にあるほか、中里川、熊野沢川の中流にも形成されている。奥入瀬川に中里川が合流するあたりに、豊領地区の中心地があり、豊領神社などがある。地域としては、道の区国ぬかの部群に属していたが、中世以前の様子は資料に書いており、地頭が誰であったかなど、よくわかっていない。伝承では、現休年間に、 畠山重忠の乱で敗走した鎌倉武士の畠山氏の一族が東北地方へ逃れ、その子孫が大田市を名乗りオイラ川一帯を開いたとされている。戦国期には三古城と七古城を結ぶ街道上にあるとともに、オイラ川に沿って津軽方面へ抜ける山道の分岐点でもあり、幼少の地となった。戦国末期には南部信直が配下の武将に三千騎をだね。 この経路から津軽を攻めたが敗退している。江戸時代は南部藩、森岡藩の支配下である。同藩では領内を通という統治区域に分けており、このうち七個通に属していた。一帯は奥瀬間の奥瀬氏が治めており、江戸時代初期の現那年間の建地で奥瀬氏の領地であったことが確認できる。ただしこの時期には五の平通の奥瀬村の一部として扱われており、 遠方年間に五のへ通から七のへ通が分割され、奥瀬村から分村を重ねて、法領村となっていった。完成年間の資料によると、その頃は深持村の子孫、深持法領として扱われていた。その他の子孫として、法領のほか二十の集落名が挙げられている。これらはおおむね後の法領村の村域に相当する。三年の資料では、 法領村が独立村として扱われ、二十の集落のほとんどは法領村の子孫の扱いに変わっている。七個通特別して法領通と称することもあった。奥瀬氏は奥瀬村を治め、法領村は南部藩の直轄地、倉に打ちとなった。分村を重ねて独立した村に発展していく過程で、個数や人口、国高が伸びていったが、 一方で、おいら川を隔てて、五の辺通と七子通りに分かれてしまったことで、草木を狩るための入会地や津田温泉の権益をめぐって争いが起きるようになった。明治になっても、豊領村として存続したものの、幕末から明治初期にかけては、母親戦争の影響もあって、管轄は目まぐるしく変わった。明治元年に、広崎藩、津軽藩の下に置かれたのを皮切りに、 明治四年までの間に、黒羽藩、九古県、八戸県、三湖県、都南藩、都南県、広崎県、青森県と諸葛が変わっている。1878、明治11年に軍政が敷かれると、青森県上北郡に編入された。おいら瀬川を挟んで、豊領村の対岸、右岸には、上流側に奥瀬村、下流側に沢田村があった。 はじめは三村で上北郡の第十四組を形成しており、沢田村に古町役場を置いていた。1889、明治22年にこの三村が合併して、宝奥沢村となり、地区は宝奥沢村大技法領となった。その後1931、昭和6年に宝奥沢村は単独でと和田村に改正、改称1955、 昭和30年には単独で調整を施行して、戸和田町となった。一方、おい瀬せ川の下流域にあたる地域、三本木原は工術する稲尾川の改作によって、幕末から近代にかけて急速に発展し、不毛の大地から都市へと成長した。三本木原に生まれた都市は、1910、明治43年には、三本木町、1955、 昭和30年には三本木市となった。三本木市は翌1956昭和31年に戸和田市に改称したため、その後約20年間戸和田市旧三本木の隣に戸和田町、旧宝、奥沢があるという状況が続いた。戸和田町は1975昭和50年に とわだ故町に解消し、同名の市町村が隣接する状態が解消した。2005、平成17年に、とわだ故町は、とわだ市に合併した。これにより、今の豊領地区は、とわだ市、大技豊領となった。おいらせ川の中流にあたる豊領地区では、おいらせ川の貸し団級で、縄文土器を伴った、いくつかの縄文遺跡が発見されている。 上流側から、淵沢川付近の前、青寺遺跡、片、貝沢遺跡、熊野沢川に面する長沢遺跡である。片貝沢では、平安時代のものと見られる、弾きの断片も見つかっているものの、いずれも詳しい調査は行われておらず不詳である。また、中世以降の取跡も多くあり、淵沢、方、貝沢、長沢のほか中里、山や川代。 鳥谷府などが、その代表例である。これらはもともと、蝦夷の館だったと言われている。これらのうち、長沢の武家館跡は、貸し団球場に四車を伴うもの規模の大きな、ものであり、そこがかつて用害の地であったことを示唆している。ただし、誰がその館に入っていたかなどはわかっていない。南部地方では、水人、竜人のことを大神と呼んで信仰するのが盛んだった。 この信仰をめぐって、法令あるいは法令という名の主言者に関する現象がある。この主言者は南部地方を中心に東北各地を回って歩いたとされていて、日照りの都市に雨乞いを行い、自らの命と引き換えに竜と化して雨を降らせたとされている。この主言者を祀る代表的な神社とみなされているのが、八の市にある法令山神社、小神神社と、 法領にある法領神社である。法令ないし、法領は他にも法領、豊か領などの表記があり、東北地方にこれに由来すると見られる地名、神社が参見される。また、水神と流に関する伝承としては、この地方では南祖母に関する伝承も広く見られる。南祖母、南倉坊とも、は、とわだこの主とされていて、流人と、 同一視される。南祖母は秋田の八郎方の主と戦って、十和田子の主の座を勝ち取り、人々の信仰を集めるようになった。その伝承には様々なバリエーションがあり、中には南祖母が八戸出身であるとするものもある。樹齢千百年と言われ、国の天然記念物になっている豊領の遺鳥は、南祖母が自ら植えたものとも伝えられている。 それによれば、この大2条が建っている場所には、かつて、前宗寺、または、吉政寺があり、その神木だったとされている。学術的には、十和田湖を形成した十和田湖火山、十和田湖カルデラの火山活動は、平安時代まで続いていたことが分かっており、これらの信仰と、火山、十和田湖の形成に関連があるものと推定されている。いせ川の下流域には、 八甲田火山と十和田湖火山が作り出した広大な火山灰大地になっており、三本木原と呼ばれていた。三本木原は水に乏しい上に、山瀬が吹きつける過酷な環境で、近世までは稲作に適さない、不毛の地とされてきた。幕末の南部藩の家老、二戸別田へ、二戸稲造の祖父は、法領から水路を開き、三本木原の開拓に乗り出した。 当初の目論見では、三本木原に近い熊野沢川から水路を築く予定だったが、水量が乏しく効果が期待できないため、おいらせ川本流の中流部から引水することになった。この水路は、放流でおいらせ川から2本の水路で導水し、標高200メートルの山の尾根2本をトンネルで貫き、中里川と熊野沢川を地下水路でくぐり抜けるもので、大変な難工事となった。 1855、安政2年に工事が始まり、1859、安政6年に、水路は三本木原に到達し、稲岡川と命名された。これにより三本木原の開拓が始まり、一帯には広大な放牧地が生まれて、日本を代表する馬地となり、いわゆる南部駒の産地として知られるようになっていった。馬が重要視されていた太平洋戦争期までは、 陸軍の群馬補充部三本木支部が置かれており、これは全国の群馬補充部の中で最大のものだった。一方、冷量な気候のため稲作は思うような成果を上げられず、もっぱら淡冷エなどの雑穀を生産するに止まった。三本木原には京都を模した整然とした区画が作られ、これが今の戸和田市中心部の区割りとなっていった。この区割りは後に札幌を県とした。 島吉武が参考にしたと伝えられている。稲尾川の改作はその後も続けられ、着工から111年目の1966、昭和41年に海に到達した。稲尾川は2014年に国際考え排水委員会により、考え施設遺産に登録された。かつて豊漁村などの追入らせ川の村は、米の収穫は乏しく、わらびなどで食料を補っていた。 江戸時代後期からは、おいら瀬川から水路を改作し、流域への灌溉に利用するようになった。これは、左右両岸で行われ、左岸にあたる法領村では、天保年間に石が築かれたとの記録がある。その後、前述の稲尾川が、法領地区から改作されて三本木原の開発が始まった。近代以降は、水路開発と同時に、高地整理も行われ、 三十年余りをかけて一帯は、畑作地帯から水田地帯へと変わっていった。明治中期には、おいらせ川に発電所を建設する計画が持ち上がったが、継承地であると和田湖やおいらせ軽流の破壊に繋がるとして反対され実現しなかった。昭和に入ると、電力需要が増加し、数箇所の発電所が建設された。発電所がもたらす固定資産税によって、 村の財政は大いに潤い、老人医療費の無料化などの政策が行われた。また、これを原始に1960年代から70年代にかけて、オ平瀬川と津田川合流地点の焼山地区周辺に温泉の開発が行われた。一帯には、と和田湖温泉スキー場なども作られ、焼山温泉、十二里温泉、川の上流にある津田温泉、サルクラ温泉なども含めて、 と和田湖温泉郷と称している。おいら川の両岸に宿泊施設などがあるほか、右岸、地名の上では奥瀬地区となるには、民族領下などがある。かつてのと和田古城の館長施設は、おいら川の右岸にあたる奥瀬地区にあり、その周辺に、と和田市役所支所、消防署、郵便局、公民館、図書館、小学校、法く小学校、中学校、 第一中学校などが集中している。隣接する沢田地区には県立高校がある。法領地区には1874、明治7年に法領小学校が設置された。これは後に奥瀬の小学校と合併し、1902、明治35年に法屋小学校となった。一方、1890、 明治23年には尋常高等小学校の分、教場、淵沢分教場が、片階沢に開設され、戦後は、おいらせ小学校、おいらせ中学校となって、ピーク時には、児童数150名が在籍していた。しかし、少子化と校舎の老朽化により、中学校は 1978, 昭和53年、小学校は2010、平成22年度で閉校となった。 2013年4月現在、法領地区の全域は法区小学校と第一、中学校の学区となっている。奥入瀬川に沿って、国道102号が通じており、戸和田市中心部と戸和田湖畔をつないでいる。津田川の合流地点で、国道103号が分岐し、津田川に沿って津田温泉、八千温泉を経由して、八甲田山へと通じる。山間部では七個と黒い方面を結ぶ。 国道394号と一部重複区間となっている。一方、103号は八甲田山の裾野を越えて、最終的には青森市中心部まで続いていい。青森県道では、熊野沢川に沿って、八甲田山中へ向かう県道40号、おい瀬せ川う岸の旧と和田湖町中心部から熊野沢川深持を経て、七の平へ至る。 県道118号が通じている。このうち一部区間は40号と118号の重複区間である。このほか、自転車専用道としての県道256号、田代平高原自転車道が山間部に一部敷かれているが、全通していない。郵便番号は034-0303。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。